まりました。少量チャンネル。それでいくのね。え？そういう感じなんだね。うん、今日なんで？なんで？呼んだんですか。呼んだ？いやごめん。誰も。YouTube っぽく。今日はですね。はい。いよいよ目線がそっちにチラ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 、届いたんですよ、例のやつが。届きました。何がでーでーん、こちら、あ、入りきれてないね。ですね、こんな大きい段ボールで少量チャンネル宛に送っていただいた荷物が一気に、っていうのも、ね、その荷物を預けてる場所がありまして、そこに一回送られて、うん、それでね、今その1ヶ月分のやつが届きました。1月に送っていただいたやつが届いたんだよね。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しいよね。うん、嬉しい。てかでもこんな大きい段ボールで来ると思ってなかったもんね。まだ見てないんですね、僕ら実は。まだ開封もしてないの で今日はそれをちょっと、うん、何お伝えできればと思います。と最後に少し告知もあって、うん、あ、そう、それも全部見たら分かります。はい、はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。ここにしよっか、うん、まだ中身見てないのね。大丈夫？うん、大丈夫。せーので見る？いいよ。なんだろう、何が入ってるかな。待ってやろうか。せー、うん、いいよ。なんか怪我しそう。あ、じゃあ俺、うん、やって。オープン。お、すごい、なんかたくさん詰まってる。なんかすごいね。ね。ちょっと一個ずつ。なんか大丈夫大丈夫。あ、ほん。ね。どれから見たらいいのかな。すごい。すごいね。あ、わ、すごい。やばい。重い。何が入ってるんだろう。なんか。いや、すごいね、すごいね。あ、はい、届きました。ちょっと一つずつ見ていこうかなと思います。すごい。まずどうしようか。どれからいく？じゃあこれからにしようかな。ちょっとあえて名前はちょっと公表しないんですけども、ちゃんと、ね、気をつけてね、住所とか、まあ、住所とか載ってるから、ね、あれだよ、お風呂の時のみたいにスタンプ貼っとくよ。あ、そうそうそう、もし何かがあったらね。ね。嬉しい、なんかすごいね。ね。ちょっと開けさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。うん、すごい、頑丈に。はめてもらってる。取れないようにだよね。あれだね、ハサミとか準備してくれ。そうだね。はいと、まずですね、この袋かわいい、ディズニーの。あ、なんだろう、また袋の中に袋が。いい？うん。嬉しい。あ、ちょっと、うん、ちゃんと届いて。うん、袋は使える。袋の中に、袋の中に袋が。嬉しいね。あ、うん、いいよ、お願い。いいよ。これはお菓子ですかね。なんかプレゼントもらうって嬉しいですよね。嬉しい。うん。いっぱいある。なんだろう。まずですね。あー、すごい、嬉しい。あー。嬉しいな。まず、お鍋の素。いただきました。これもだよ、キムチ鍋。あ、お赤飯。あ、これ便利なやつじゃない。そうだね、全部見てもいいかな。ね、うちら鍋めっちゃするから、うん、ちょっと嬉しいね。開けさせていただきます。あ、なんかブロスってあれじゃない。なに。あ、りょうちゃんアンダーウェア。嬉しいね。嬉しい。パンツいただきました。ありがとうございます。あ、しかもお揃いの。ね。めっちゃ履き心地良さそう。嬉しい。ありがとうございます。ね。ね。さすがにこの履いた画像とかはね。
いや送りできないけどまあなんかの機会でね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。次はですね、もろ違う、チョコレートですね。ゴンチャロフ、ありがとうございます。あ、バレンタインだからかな。あ、違うかな。たおつみだからかな。あ、でもあ、お手紙もいただいてるのかな。手紙もいただいてますね。後で、読まさせていただきます。あ、これはがき、かわいい。これで返して。あ、そうだね、ありがとうございます。まず返信しよう。一つ目です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、うん、ちょっと読ませていただきます。はい、あ、これも、はい、ちゃんとね、はい、続きましてこちらです。ありがとうございます。ありがとうございます。開けさせていただきます。すごいね。お、あ、なんだこれ。これはガトーラスク、ね、へー。で、これもグーテでラスク。ほんとだ。ありがとうございます。お菓子、うん、いただきました。ね、多分いつもコメントしていただける。あ、そうだね、そうだね、ちゃんと読んでますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。まあ、あれだね、食べてるところとかも、うん、もしあれだったらお伝えできたら。ありがとうございます。2つ目です。さて次はこっちにしようか。うん、これまたいつもコメントしてくれる方ですね。そうだ、ね、そうだ、そうだ、ちゃんとわかりますよ、全部。でもあれだよね、なんかこういうのさ、開けるのってさ、うん、人、あれだよね。何？人柄が出るというか。あ、性格が出る。そう、性格が出る。あ、わかる。綺麗に開けるタイプと、もうビリッビリに開けるタイプとね。でも海外の人ってさ、うん、特になんかドラマとか映画のイメージなんだけど、アメリカの映画とかドラマとか見るとなんかもうすごい細くって開けてるイメージある。確かに。でも日本人とかはさ、きっとさ、袋の再利用しようと、再利用する人とかもさ、いいかな、いるから綺麗に開ける人多い気がする。こちらはですね、本当？次3つ目なんですが、こちら青いやつ、青い包装紙で包まれてあるんですけど、ね、全部開けさせていただきます。すごい重たい。なんだろう。え、1個ずつ開ける？そうだね。うん。まずはですね。あ、チョコレート。チョコレート大好きです僕。神戸ショコラ。あれ神戸限定。あ、じゃあ置いたらあるよね。まあいいや。うん。ありがとうございます。神戸ショコラ。こうか。うん、続きまして、あ、うん、うん、見慣れたものが、うっ、あ、見慣れたものじゃなかった。いや、でも、でも、でも、もうやばいね、嬉しいね。ビールいただきました。俺がいつも動画でビール飲んでるからだ。よかったじゃん。イエーイ、しかも、いいやつ。発泡酒じゃないやつ。まあ、発泡酒も美味しいけどね。美味しい、うん。ありがとうございます。もうこれ多分ね、今日中なくなっちゃうと思う。嬉しい。冷やしとこう。ね、あとこれ。これは？あ！みの。岐阜かな。岐阜？岐阜純米酒みのこうべい。みのこうべい。日本酒かな。日本酒。でも梅って書いてあるから梅酒じゃないかな。ちょっと開けてみていいですか。うんうん、いただきました。日本酒。うん。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、はい。贅沢。最後、こちらはですね。はい、これは。あ、お手紙をいただきましたね。こちらの方に置かせていただきます。すごい。ちょ
ちょっと、あ、いいよこれ、あ、これは、あ、ん、住所、あれかな、あ、でも、こんなに手紙を、見えたかな。いや、大丈夫、あの、直しときますけど、うん、いろいろいただいてるので、すごい手紙たくさん、ありがとうございます。あの、モザイクね、全部、あの住所とか見てたらモザイクできる限りね、返信させていただきます、ね、うん、やろう、やりましょう、返信しよう、はい、という感じでですね、今回は、うん、プレゼント開封の動画をね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しいね、全部ね、読ませていただきます、読んでしっかり食べて、はい、飲んでさせていただきます、ありがとうございます、本当に、ね、前回の動画で、5000人もうすぐ行くっていうお話をしたんですけど、うんうん、今度の日曜日2月10日の21時に日曜日、はい、YouTube ライブをまたしようと思ってます。でですね、まあね、そこで、うん、なんかこの間いただいたコメントをいろいろ読んだりとか、うん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 、なんかいろんなことをできれば、だいたいその30分から1時間ぐらいをね、予定してるので、コメントにもね、うん、希望で1時間くらいの、そうなので、ライブが見たいですって書いてあったね、うん、そう、楽しみにしていてください、うん、時間は21時頃、うん、またその詳細はね、ツイッターとか、そうだね、インスタグラムとかでね、お伝えしようと、もしかしたら変更になる場合もあるので、そこら辺をチェックしていただければと思います、うんうん、はい、でっていう感じで、今回はね、たくさんのプレゼントをいただいたね、ありがとうございます、嬉しいねね、美味しくいただきます、はい、もし気に入っていただければ、はい、チャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いします。ではまた。